委員運営委員会を開会いたします。新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の実施に関する件を議題といたします。まず山際国務大臣から報告を聴取いたします。各党の皆様におかれましては、政府の新型コロナウイルス感染症対策にご協力を賜り、御礼を申し上げます。本日は、広島県、山口県および沖縄県におけるまん延防止等重点措置の実施についてご報告いたします。広島県、山口県および沖縄県における感染状況および医療提供体制の状況については、レベル2の段階と判断されております。また各県とも直近1週間の人口10万人当たりの新規陽性者数は、全国の中で上位となっており、さらに新規陽性者数の今週、先週比が高く、急速な感染拡大となっております。今後、このまま推移した場合には、近い将来、医療提供体制にさらに大きな負荷がかかりかねない懸念があります。こうしたことから、早急に感染拡大を防止する措置を講じる必要があり、各県の意向も考慮し、まん延防止等重点措置を実施すべきであるものと考えております。このような状況を踏まえて、本日、基本的対処方針分科会を開催し、広島県、山口県および沖縄県を対象に、1月9日から1月31日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施することについてご了承をいただきました。この後、政府対策本部を開催し、これらについて決定したいと考えております。なお、本日の分科会においては、オミクロン株の特性を踏まえた対策を講じるべきであるとともに、状況に応じ、弾力的に対策の見直しを検討すべき、また、ワクチンの3回目接種については、交互接種を含め、その効果や副反応について分かりやすい発信を行うべきといったご議論がありました。こうした議論も踏まえ、取り組みを進めてまいります。今回、まん延防止等重点措置の対象となる3県においては、飲食店の営業時間の短縮や、イベントの人数制限などの感染拡大防止のための取り組みを実施していくことになります。さらに、オミクロン株の感染拡大の速さに鑑み、基本的対処方針を変更し、都道府県知事の判断で、第三者認証店での酒類提供停止も選択可能とすることといたします。また、感染が急拡大した場合には、知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を活用した行動制限の緩和を停止することができることとなっておりますが、ワクチン・検査パッケージを活用した行動制限の緩和だけでなく、対象者全員に対する検査を実施した上での行動制限の緩和も、知事が選択可能とすることといたします。加えて、3県においては、各県が策定した保健・医療提供体制確保計画に沿った医療体制の準備状況に関する自己点検を公表し、医療提供体制の確保に万全を期していくこととしております。すでに多くの都道府県でオミクロン株の感染が確認されている中で、引き続き強い緊張感を持って状況把握に努めるとともに、自治体や専門家とも連携し、機動的かつスピード感を持って対応してまいります。各党の皆様におかれましても、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。以上で報告の聴取は終わりました。これより質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。朝日健太郎君。自由民主党の朝日健太郎でございます。山際大臣、ご説明ありがとうございました。政府の方で本日より3県においてまん延防止措置を執行するということを理解をいたしました。非常に年を明けて、このコロナの感染が全国的に拡大しているという状況の中で、国民の皆さん、多く緊張感を持たれていると思います。その中で、まずは政府においてのこのコロナ対策について、基本的なところを伺いたいと思います。やはり我々2年間にわたってコロナに立ち向かってまいりました。コロナというものがスタートしたときには、本当にもう丸腰で、未知のウイルスというふうに言われておりましたけれども、見方を変えれば、我々2年間にかけてコロナと対峙をしてきました。今回、まん延防止措置が発令されますけれども、これからの今後の対策、これまでとどこが違うのか、
菅総理は予防、検査、治療、こうしたものもしっかりと整えていく、医療体制も拡充していく、こうした中で、これまでとは違うんだと、政府としてはさらに改善された対応策を取っていくんだ、こういったものがあれば、国民の皆さんにしっかりとお伝えをいただきたいと思いますけれども、よろしくお願いいたします。山際国務大臣。基本的にやらなくてはいけないことは、何か変わるわけではないんですね。やはり予防が大事ですし、そして検査を行うこと、そして早期治療と、さらにはその先のきちんとした十分な診療体制が整っているということは大事でございます。一方で、2年前と全く違うのは、今、委員がおっしゃったように、それぞれその戦うためのツールを用意しているということでございます。予防についてはワクチンがございますし、また治療薬も点滴薬だけではなくて、経口の飲める治療薬というものも出ております。さらにはさまざまなこの知見が重なってきたということもあってですね、連絡体制等々のそういうものも積み重なって、それぞれの自治体の皆さんも経験値が上がっているというものはあります。そういうのを全部含めて、昨年の秋に全体像をお示しをして、その全体像に沿って、まさに今、オペレーションをしようとしているというところでございます。朝日健太郎君。ありがとうございます。ワクチン接種に始まって、治療薬、こうしたものもしっかりと整備をしていきながら、もし仮に感染しても重症化をせずにですね、しっかりと国民の皆さんの健康と命を守っていく、これを引き続き強力に進めていただきたいなというふうに思います。で、加えてやはりこのコロナというの中で、国民の皆さんとのリスクコミュニケーション、これも重要かというふうに思っています。当該地域においては、非常にまん延防止が発令されることで、大変なご負担が発生するわけですけれども、やはりコロナを防ぎながらですね、やはり社会経済活動を止めるわけにはいかない、これはもう皆さんご承知の通りかと思います。特に今日のこの報告の中にですね、分科会からしっかりと情報公開していくべきだというようなご意見もあったと伺いましたけれども、やはりこの社会経済活動、止めることなくですね、どうやって回していくのか、コロナを防ぎながら社会経済活動をしっかりと進めていく、このあたりのこの両輪を回していく必要があると思いますけれども、そのあたりのしっかりとコミュニケーション、どういうふうにお考えなのか、国民の皆さんにしっかり強いメッセージをお伝えいただきたいと思います。山際国務大臣。これも先生おっしゃる通りでございまして、まずコロナ対策はしっかりやらなくてはいけない、これはもう基本中の基本でございます、ベースでございますが、その上で、極力経済活動が継続できるようにしていくというのもテーマであることは間違いございません。なので、全体像の中では、ワクチン・検査パッケージ制度というものを作ってですね、それで、その経済活動を止めないで済むようにという方法で お示しをしました。もちろんオミクロン株は、これまでの株とだいぶ違いますので、それも踏まえて対処していかなくてはなりませんが、しかし考え方としては、極力経済活動を止めないようにしながら進めていくということでございます。そのように努力もしたいと思います。野田国義君。はい、どうも明けましておめでとうございます。立憲民主党の野田国義でございます。本当にですね、残念ながら今回またまん延防止法ということになるわけでありますけれども、昨日ですか、4000人を超えたということでございますし、また沖縄におきましては、昨日は1000人弱でございましたけど、今日はもう1400人、そのように本当に厳しい状況になってきているということでございます。そこでですね、私は山際大臣、水際の方をですね、今日はしっかりとお尋ねしたいと思うんですけれども、この対策がですね、ちゃんとできたのかということでございます。で、ご承知おきいただいていると思いますけれども、12月16日ですか、参議院の予算委員会で、我が会派の有田芳生議員がですね、再三にわたって、この水際対策のずさんさ、特に基地関係ですね、このことを述べさせていただいたと思います。しかしながら、残念ながら、今回の沖縄、そして山口、広島と、
3県とも、この基地関係、米軍基地から由来しているということが、大体明らかになっているんではないかと、私は思っているところでございますが、その水際対策について、どういう対応をされたのか、お聞きしたいと思います。山際国務大臣。先生もご案内のとおりですけれど、水際対策だけでですね、この感染症を止めるというようなことは、なかなか難しいというのは、ある意味、これは社会のコンセンサスだろうと私、思っております。しかしながら、私たちとしては、そのオミクロン株という新しい変異株が、どのようなものであるかということが分からないうちはですね、対処方法が従って分からないわけです。ですから、何としても時間稼ぎをしたいと。そういう意味では、この今回の水際対策は、この水際対策をしている間にですね、飲む治療薬の認可というものも下ろさせていただきましたし、ワクチンに関しては3回目のブースター接種というものも始めさせていただいております。さらには、その治療体制という意味においてもですね、これはオミクロン株の特性というものもあるんでしょうが、感染がものすごい勢いで拡大するというのは分かっておりますので、ですから私たちとしては、飲む薬と、そしてパルスオキシメーターと、さらにはですね、さらには、このアクセスができる、そういう状況を確保した上で医療体制を整えると、この今言ったようなことをですね、この1ヶ月間の間にやらせていただいたわけです。で、これができましたので、まあ、徐々にオミクロン株増えてくるのは間違いないわけですけれども、きちんと対応できるところまで持ってこれたのではないかと思っております。野田国義君。ちゃんとしたならですね、こんな数字にならないと私は思っております。それで、昨日ですか、NHK でですね、空港の検疫所のことが特集番組見られたかと思いますが、あってましたね。本当に検疫所の方々、努力してた。しかしながら、このように広がったということ。一つは今、努力の結果がある程度抑えられたという部分もあるかと思います。しかし、この米軍基地に関しては、非常にこれ、ずさんだったんじゃないかということが言われても、おかしくないと、私は思っているところでございまして、いわゆる米国から来日する海兵隊ですか、結局、9月から検疫をしてなかったということを、林大臣も明らかにされたところであります。ね、どうでしょうか、こんなことで、そしてまだですよ、今、マスクもしない、そして外出も制限をしない、そういうようなことが長らく続いたということ、ですから結局、米軍基地から発出したというようなことが言えると、今回のこのまん延防止法に至ったということではないでしょうか、いかがでしょうか。山際国務大臣。相手が感染症ですから、ですからもちろん、米軍基地関係者が無関係だというふうに私、申し上げませんけれども、先ほど申し上げたように、どのように体制を整えるか、それまでの時間を確保することがいかに重要かということを先ほど申し上げたつもりなんです。で、もちろん成田、羽田等々の検疫で、その後ですね、各県に自分の住まわれているところに戻られて、そこから感染が多少発生しているという事実もありますし、またそれ以外にもですね、どこから来たかわからないけれど、市中感染だという事例ももう出始めてますね。やはりこのように感染症というのは目に見えないものですから、必ずいずれ、その水際だけでは止めきれずに、突破されて市中感染が起きてくるというのは、当然私たちはそれを踏まえた上で対策を取らなきゃいけないと思って、これまで準備してきたわけです。ですから、米軍が全く無関係だと言いませんけれども、それの因果関係だけを言ってもですね、感染を拡大を防止するということにつながらないものですから、今までの今やっているものを続けさせていただきたいと、このように思うわけです。野田国義君。大臣がそんな認識だとですね、私、大変心配をせざるを得ません。本当にこれ、もう明らかじゃないですか、山口、広島、そして沖縄と。明らかですよ、これをしっかり認めてもらわないとですね、話にならないわけでありますが、その中で、もう沖縄はですね、今日昼のニュースでも言ってましたね、医療関係者が220人、
いわゆる濃厚接触者とか感染された方々、そして、ね、そういった医療までも影響が出てきているということ、そして1400人今日超えるであろうと言われているわけでありますんで、私は明らかだと思うんです。そこでですね、この日米の地位協定の問題、再三言われております、そしてまた何かが沖縄で事故が、事件が起こるたびに、この日米協定のですね、地位協定の話になるわけでありますけれども、なかなかこれが改正できないと、私はこれは与野党を超えて取り組んでいかなくてはいけない問題、そしてまた国民もですね、巻き込んだことで、アメリカに要求をしていかなくちゃいけない、大きな問題だと思うんです。これを解決できないと、またこれは感染症、あるいは事故、事件があったときにまたそういう問題につながっていくということでありますんで、で、大臣は言われましたか、この米国のその基地問題のことについて、本部長である総理に、こうしてくれというような要求されました。山際国務大臣。もちろんコロナ対策に関しては大変重大なものだというふうに我々認識してますから、この沖縄に関してですね、どういう感染状況になっていて、それを止めていくためにはどうすればいいかという話は、総理と毎日のようにさせていただいております。先ほどからその米軍の話ありましたけれども、その地位協定の話もありましたけれど、少なくとも政府としては、アメリカとこのところでずっと協議をして、協議というか話し合いをしていて、今日も2プラス2、いわゆる2プラス2においても、林外務大臣や岸防衛大臣からもですね、強く日本の制度と整合的なものでオペレーションしてくれと、こういう話をさせていただいて、先方からはそのような形でやるという返答もいただいて、徐々にそういう体制になってきているということも聞いておりますので、ですからそういう意味で言うとですね、今、感染症の問題があるから、それで地位協定を変えていかなきゃいけないという、そういう話ではないんだというふうに思っております。野田国義君。この地位協定の問題ですね、日本、ヨーロッパなんかこう見てみ、比較してみますと、結局、国内法が不適用なのは日本だけなんですね、ドイツ、イタリア、ベルギー、イギリスあたりは原則、いわゆる国内法が適用されるんですよ、ね、全く適用されないという今の状況、これはやっぱり不平等じゃないかなと、ですから、やっぱり対等にするためにもですね、そういう努力をしていかなくちゃいけないし、今、大臣が言われたように、確かに林大臣は今日もね、2プラス2で言われたということをお聞きしました。しかしながら、これを本当に具現化する、現実的に、変更するためにはですね、やはりしっかりと行動をしていかなくちゃならないと、私は思っておりますが、ここのところ、どう思われますか。山際国務大臣。私たちの国を守っていく上で、非常に大切なものとして、日米同盟があるというのが、われわれ政府の立場ですね。で、そうなりますと、その日米同盟の在り方を、常に、相手とコミュニケーションを取りながら調整していくというのは、これ、必要なことだと思っておりまして、まあ、その中にですね、その地位協定の話というのも、常にそれは入っているものだと思いますが、その上で、先ほど申し上げたように、現段階で地位協定を変えなくてはいけないという、そういう状況にはないと、そのふうに申し上げたわけです。野田国義君。ですから、これ、今言いました、国内法の問題もあるし、また立ち入りの問題なんかもですね、各国とも立ち入れるんですよ、基地の中に。ね、そういうような、私は、改定がですね、必要だと思いますんで、しっかり努力をしていただきたいと思います。ありがとうございました。川野義弘君。はい、公明党の川野義弘です。現在、急速に拡大をしております感染症の患者数でありますが、オミクロン株、1日あたりの感染者数は驚異的なスピードで増加をしております。デルタ株の時と同じような対応でいいと、まあ、こういう判断はもうもはや通用しないんだろうなというふうに考えております。いち早く感染拡大を封じ込めるために、
今般、まん延防止等重点措置を適用することは、タイムリーな時期を得た適切な判断であろうというふうに私考えております。そこで、時間の関係がありますので、3点まとめて、山際大臣にお伺いをしたいと思っております。まずは、やはり先手先手の対応で、医療体制の逼迫緩和、逼迫を緩和させていく、逼迫させない、医療崩壊に招かないということが大事であります。これまでの、対策とは、これまでの対策にこだわることなくですね、必要な場合には躊躇なく、まん延防止措置、緊急事態宣言、先手先手に取っていくということも大切なんだろうなというふうに考えますけれども、この件について大臣のお考えをお聞かせいただきたいというふうに思います。2点目に、一方で経済活動、この年末年始に向けて活発化してきました。私沖縄に関わらせていただいておりますが、沖縄でも年末年始、客足も戻って、本当にこの V 字回復の途上にあったわけでありますけれども、経済活動をしっかりとこう維持していくということは非常に大切であって、感染対策と経済活動の両立、非常に重要な課題であります。一つのその方策といたしまして、ワクチン・検査パッケージがありますけれども、オミクロン株の状況を踏まえてですね、このワクチン・検査パッケージの見直しを求める声があります。こういった声にどういうふうに望まれるか、現在の検討内容と運用開始時期の見通しについてお伺いをしたいというふうに思います。そして最後に3点目です。感染拡大の要因に、在日の米軍基地を指摘される声もあるわけであります。昨年12月の在沖縄米軍基地内での感染拡大を受けまして、私ども公明党沖縄21世紀委員会は、いち早く官邸を訪れまして、官房長官宛に申し入れを行いました。米軍基地内での感染対策、そして水際の徹底、もとより、基地で働かれている日本人の方もたくさんいらっしゃいます、基地従業員や家族にもしっかり配慮するべき、こういう申し入れを行いましたけれども、これまでの政府の対応、国民の皆さんに分かりやすく教えていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。山際国務大臣。まん延防止等重点措置、あるいは緊急事態措置を、タイミングを曲がることなくですね、先手先手で行うべきだというのはおっしゃる通りだと思います。特に今回は、オミクロン株という感染拡大が今までにないスピードで進むという、そういうウイルスに対して、私たち対処しなきゃいけないものですから、なので、この3件について、適正なタイミングとして、できるだけ早くということで、まん延防止措置にするようにということで、手続きをしているわけなんです。で、その通りだと思います。その上で、ワクチン・検査パッケージに関してはですね、これ、今日この前の分科会でもずいぶん議論になりまして、やはりオミクロン株、今までと違いますから、それに合わせた形で、いかにして経済活動を止めないようにするためのワクチン・検査パッケージっていうのがあるかと。3回目のブースター接種も始まっておりますし、それをどううまく利活用するかというようなことも含めて、きちんと柔軟に対応しなきゃいけないという話になっておりまして、それを我々としては進めてまいりたいと思っております。そして最後に沖縄米軍に関して、御党からいただいた提言、非常に重たく受け止めておりまして、基本的にはそのラインと全く同じ、それも含めたものとして、林外務大臣の方から、アメリカに対して対応を求めるようなことをずっとやってまいりました。そして、今の段階はですね、そのパトロールも含めて、マスクの着用も含めて、ほとんど日本と整合的な、オペレーションとしてやっていってもらえるというふうに承知しております。終わります。ありがとうございました。山崎真之介君。はい、国民民主党新緑風会の山崎真之介と申します。初めての質問となりますので、どうぞよろしくお願いいたします。大きく2つの質問をさせていただきたいと思いますが、まずは水際対策の確認です。目下のところ国内は、第6波突入といっても過言ではない状況ですが、第5波までに比べれば空港検疫のあり方は徹底されていたと一定の評価を私はしております。ただあくまでも空港ではということであります。と言いますのも、例えば港湾関係や沖縄、横須賀といった米軍基地への水際対策は明らかに失敗であったというふうに思います。実際に私の選挙区は静岡県なんですけれども、そのオミクロン株に最初に確認された日本人の方は、外国船のに関わるお仕事に就いておられました。
また全国的に見ましても、オミクロン株感染者が確認されたのは、大阪、京都、福岡、愛知など、特定重要港湾施設などがあるところであります。まあ、そこで港湾の検疫について、これまでどのような対策を取られていたのか、お答えください。山際国務大臣。基本的には、空から入ってくる港の方と同じ対応ということなんですが、少し詳しく申し上げますと、出国前72時間以内の検査証明の取得、日本に入国する前の出発地における感染防止対策の徹底、さらには検疫所、コロナ感染の疑いのある者が乗船する船舶については、検疫所の指示によって船員の上陸を認めない、そして陽性者等に対しては隔離、停留等の措置を講じているということでございまして、空港で入っていらっしゃる方と、基本的には同じオペレーションということになっております。また、隔離等々は船舶代理店というのが、一括してそのお世話をしているようでして、そこが管理をした宿泊施設で待機および追加の検査をやっているということでございます。委員長、山崎真之介君。はい、ご答弁ありがとうございます。ではですね、大臣の所感として、その港湾での対策が果たしてこれまで十分だったのかどうか、ぜひお答えください。山際国務大臣。まあ、これは先ほど申し上げましたが、水際ですべてを止めることはできないという、そういう認識のもとで私たちやっております。そういう意味で言いますと、そのオミクロン株に関して、これまでその重要港湾が置かれているところで、爆発的な感染がこれまでは起きないでこれたというのはですね、機能していたからというふうに評価しております。山崎真之介君。はい、私のその静岡県の県庁の港湾担当者にちょっと確認したんですが、空港に関しましては、オミクロン株が出現されてから、相当な徹底ぶりが見受けられたんですけれども、港湾に対して、今までのガイドラインにさらにその深掘りした対策を取ってくださいといったような通知であったり、指示はなかったと聞いていますが、そのあたりについてはご見解をどうでしょうか。山際国務大臣。これは繰り返しになりますけれども、基本的には空港で行っている検疫と同じレベルの体制で行うということになっていて、それが行われているものだと、そのように承知しております。山崎真之介君。はい、日本は島国ですから、空か海からからしかウイルスは入ってこないわけでございますので、同様にですね、今後同じようなことがあった場合、徹底した対策をお願いしたいというふうに思います。それからもう一つは、ワクチン・検査パッケージについて質問したいと思います。これはまん延防止等重点措置や緊急事態宣言下であったとしても、この経済社会活動を維持するためのものであって、我が静岡県でも飲食店を中心に、これに対する事業者登録の受付を開始しているところでございまして、正直、期待も大きいです。ただし、やはりこれ以上感染拡大が続いて、そして医療が逼迫してくればですね、この制度を一旦ストップせざるを得ないし、その仕組みを見直さなければならないわけなんですが、ただその場合にはですね、その基準を政府としてあらかじめ国民に、あるいは事業者にしっかりと示しておく必要があるかと思います。と言いますのも、予見可能性がありますならば、その事業者が例えば仕入れを少し抑えておくだとか、あるいは予約の人数を4人以下にしておくだとか、対策が講じることができるんですが、それがないといつそれがストップするかが分かりませんから、そういった対策は必要だと思いますが、ワクチン・検査パッケージをストップする場合の基準についてお聞かせください。山際国務大臣。これはですね、むしろ柔軟性が非常に求められる制度だというふうに我々認識しておりまして、静岡とですね、沖縄とはおそらく違うと思いますし、東京とも違うじゃないですか。そうしますと、その各地域でみんなその状況、環境が違うもんですから、なので知事の判断で柔軟にできるようにというふうにしてあるわけなんです。むしろ国で硬直化するようなものを決めてしまうとですね、ワークしなくなる、機能しなくなる可能性がありますから、そういう意味で、知事の判断でできるようにというふうにしているとご理解いただければと思います。山崎真之介君。はい、ありがとうございます。まだまだこれから煮詰めていかなければいけない部分があると思うんですが、GoTo トラベルの時もそうだったんですけれども、やっぱり基準が曖昧ですと、その後々、手遅れになりますから、しっかりと基準を定めてですね、国民や事業者の理解を得られるように努めていただきたいというふうに思います。質問を終わります。委員長。石井章君。日本維新の会、石井章であります。大臣、岸田総理は年頭の記者会見で、
このように言っています。ウイルスを持ち込めないように、G7 で最も厳しい水際対策を講じたと。その結果、海外からのオミクロン株の流入を最小限に抑えつつ、3回目のワクチン接種の開始、無料検査の拡充、後継薬の確保、医療提供体制の確保など、国内の感染増加に備えるために時間を確保することができたと、また非常にこう胸を張って発信してました。同時にですね、オミクロン株感染者数全員の入院を見直すという発言もしております。これは私どもの大阪の吉村知事が、もう前々から見直すべきだというふうに発信しておりましたけれども、そのように聞く耳を持っておりました。そして感染が急拡大する地域では、重症度に応じて宿泊、自宅療養に切り替えることであると、市中感染の拡大により、医療施設が頻迫する恐れを危惧してのことだと思いますけれども、事態はもう第6波到来のフェーズがあったと言えます。そもそもオミクロン株の水際対策は本当にこれ、胸を張れるものだったのか、先ほど来、大臣の答弁を聞いてますと、あやふうな答弁が出てますけれども、まず G7 でも最も厳しい水際対策とは、具体的にどのようなことなのか、具体的なことをお聞かせいただければと思います。山際国務大臣。総理がおっしゃっているその G7 の中で最も厳しいというのはですね、具体的には外国人の新規入国について、全世界を対象に停止をする、G7 でやってないわけですね。そして帰国者には専門家の意見を踏まえつつ、滞在国、地域のリスクに応じて、指定施設停留措置、これ、3日、6日、10日をやっておりますが、さらには14日間の自宅等待機と健康フォローアップを求めると。これ、G7 でやってないことなので、それらを踏まえて、G7 で最も厳しいということをおっしゃったと思っております。石井章君。はい。確かにそういった内容のことでありました。14日間の公共交通機関の不使用、14日間の自宅等での待機、位置情報の保存、それからアプリの導入など、宣誓書を提出して、それが義務づけられているということでありますけれども、この制約に違反した場合はどうなのか、お考えします。山際国務大臣。これはですね、まず先週と制約ですけれども、制約については、検疫法第16条の2に基づく協力要請として求めているものです。これに違反した場合の罰則はないんですけれども、しかし、この制約に違反した場合ですね、今度はその次、第1弾、もう1段厳しいものとして、検疫法に基づく停留の対象になりうります、なりうるということと、それから当該入国者が外国人の場合は、出入国管理および難民認定法の規定に基づく在留資格取り消し手続きおよび退去強制手続き等の対象となるというような対応です。石井章君。はい。世界の中で、特に東アジアの中で、民主主義を標榜している国、特に台湾などはですね、日本よりもより厳しい措置の中で、講じていながら、感染者数を抑えられていると、それはどこにそういう原因があるのか、大臣にお伺いします。山際国務大臣。おっしゃるように、台湾は最初は本当にうまくオペレーションできたというふうに評価されていると思います。一つには水際対策は徹底してやったということと、もう一つは IT 等々を利活用することによってですね、感染対策物資を適切に、分配できたというようなこともあります。一方で、デルタ株が感染拡大を起こしてしまったということもありまして、その後、我が国からもだいぶワクチンを供出しているというようなこともありますから、現段階において、台湾そのものがですね、このコロナ対策全般において、うまく管理ができたというふうなことではないのかもしれないと思っております。石井章君。いや、全くね、トータル、いわゆる武漢から始まった、一昨年から始まった武漢ウイルス、台湾の合計人数が 17,156 人、で、日本はですね、174万人なんですよ。そうすると、100倍違う、しかし人口も日本は6倍ありますから、しかしその分子と分母をよく見てもですね、台湾はよくやってると私は評価できます。大臣の今の答弁は、ちょっともう少し謙虚になってですね、台湾はよくやってると。言わないと、まずいと思いますよ。そういうことで、私は
台湾のこういった数字を見てもですね、日本ももう少し前向きにやっておくべきだと思いますが、最後にご答弁お願いします。山際国務大臣。そうですね、そういう意味では台湾はよくやってると、われわれも学ぶべきところは学ばなくてはいけないと思いますし、努力をしてまいりたいと思います。ありがとうございました。はい、倉林明子君。日本共産党の倉林です。総理はですね、今月5日に厳しい水際対策で時間を稼いでいる間に、国内感染の増加に備えるための準備ができたというふうに述べておられるんですね。ところが、水際対策では米軍という大穴が4ヶ月放置されてたという実態が明らかになりました。これ、感染のね、急拡大を招いた責任は重大だということをまず申し上げたい。そして、準備の状況どうかということで確認したいと思うんです。高齢者、医療機関、介護施設などの従事者、極めてリスクが高い方々に対する3回目の追加接種、これ、どこまで進んでいて、いつ終了する見通しか、さらに、経口ウイルス薬を処方できる医療機関、の登録が進んできてます。医療機関および薬局の登録件数はどうなってますか。山際国務大臣。3回目のブースター接種でございますけれども、令和4年今年の1月6日公表時点で追加接種完了者については70万9100人となっております。それからメルク社の経口治療薬、モルヌプラビル、ピラビルでございますけれども、これは 1月6日の時点で、約6000の医療機関と約7700の薬局が登録を終え、このうち約6000の医療機関、薬局に対して、約1万7400回分の薬剤を配送しております。はい、倉林明子君。これ追加接種の状況の終了の見通しということで、今、示せてないという状況にあろうかと思うんですね。で、対象から言いますと、極めて到達は低いという認識を持つべきだと思います。さらに、全国の診療所ってね、これ10万箇所あるんですよ。薬局はね、6万箇所あります。登録はね、現状では1割にも満たない。感染の急拡大に、これ、準備が間に合っていると。間に合っていないんだという認識を、私は政府としてしっかり持つ必要があると言いたいと思います。そこで、陽性者を速やかに発見して、隔離、保護する、そして速やかに必要な医療につなげていくっていう必要があります。で、無症状者を対象とした PCR 検査、これについては、今、広げてもらってきてます。しかし、これ、全額国庫負担としてほしい、知事会からも要望出てます。さらに、いつでも誰でも無料で、これ、受けられる体制を急いで全国に広げるべきだ、いかがですか。山際国務大臣。検査に関してはですね、ファクトとして、事実として、もう現段階で44都道府県が、無料検査を始めておりますので、これを速やかに拡充していくということになるんだろうと思っておりますが、一方でですね、やはりオペレーションは人がやるものなので、地方自治体がその地域その地域の実情に合わせて、丁寧にやっていく必要は私はやっぱりあると思います。で、そういう意味で言うと、総理がおっしゃっているように、この間ですね、その医療体制等々を整えるための時間として使ってきた、それが十分かと言われれば、われわれもそれで 100% 十分だというふうに言ってるわけではなくて、走りながら、それをさらに拡充しようということをやっているところですから、そこの認識は同じですけれども、オペレーションは人がやるんだということを踏まえて、物事を進めていかないと、物事うまくいかないという、そういう認識も持ってやっているというところでございます。はい、倉林明子君。今のオミクロン株による 急拡大の状況っていうのは、これまでの新型コロナとは別の疾患だっていうぐらいですね、危機感がものすごい広がってます。で、全国的にも広がることは確実と見て、手を打つと、これ必要なんですよ。もちろん、オペレーションには人がいるとおっしゃる通りですよ。それを整えて、
急いで全国的に展開をすべきだと、安心して自治体を踏み込めるように、全額国庫負担と、これ、答弁ありませんでしたけれども、ぜひそれが後押しになりますから、体制取ることもできますので、進めていただきたい。そこで第5波ではですね、自宅療養者が最大13万人になりました。で、保健所、病院にもつながらないまま在宅で亡くなる、自宅放置というような実態がありました。私ね、こういう救える命を救えないと、こういうことを繰り返してはならないと思うわけです。で、家庭内感染のリスクも広がるし、さらには地域の診療所などの負荷、これ、ものすごく増やすのが在宅療養だったんですよ。原則ね、これ、自宅療養っていう方針、撤回されてないと思う、これ、撤回すべきだと強く申し上げたいし、今、軽症無症状の陽性者の急増、これ、想定されてます。絶対的に足りないのが、宿泊療養施設、それから臨時の医療施設、これ、拡充、すぐ使えるように、これも直ちに手を打つべきだ、答弁を求めたい。山際国務大臣。先生、今、最後にもおっしゃったね、やっぱり無症状、軽症の方というものも、これからオミクロンの場合は、多くなるということは見込めているか、そういうふうに見えるわけですね。そうなったときに、私たちのコンセプトは、必要な医療サービスが必要な方に、必要なときに提供される体制というものを整えておかなくてはいけないというふうに思っておりまして、その中には自宅療養というものも含めていかなくてはいけないと、まあ、そういう考えです。以上をもちまして、本件に対する質疑を終了いたします。本日はこれにて散会いたします。